イングランド南西部のデボン州にある港湾都市で行政はシティかつ単一自治体である。17世紀ピューリタンを含んだピルグリムファーザーズの一団102名はこの港からメイフラワー号に乗船し新大陸に向かった。その到着地点となった海岸部が現在のアメリカ東部マサチューセッツ州の都市プリマスに当たる。現在はイギリス国内有数の港湾都市。 およびイギリス海軍の重要な軍港として知られている。古代にはケルト系民族が居住していて、ここから西のペンウィズ半島一帯は後にコーンウォール地方と呼ばれた。また現在フランス北西部のブルターニュ地方の住民は4、5世紀にアングロサクソン民族の来襲によって、この一帯から英仏海峡を渡って移住した民族が先祖とされる。今も ケルト系の言語、コーンウォール語が小規模ながら伝承されている。16世紀になるとゴールデンファインド号を基幹とするフランシス・ドレークなどの探検家たちの遠征基地となった。1588年にはスペインの無敵艦隊と海戦するためイギリス海軍がこの地から出港し、1620年にはピューリタンラがメイフラワー号に乗船して出港した。当器は 雨の降る日が多く、比較的温暖であるため降雪は稀である。そのため冬季は日照時間が少ないものの、夏季はアゾレス高気圧に覆われる日が多く、日照時間の多い非常に過ごしやすい季節となる。海洋交通では国内近隣都市及びヨーロッパ大陸部へのフェリーの運行が盛んである。プリマス・アーガイル FC がプリマスを拠点とする。 サッカークラブチームである政府観光ありがとうございます。